皆さん、こんにちは。水墨絵師の松木牧前です。いつも見てくださってありがとうございます。さあ、水墨画の楽しいお時間がやってまいりました。今日はですね、アップデートの会ということで、えー、竜の描き方をですね、皆さんと一緒にアップデートしていきたいと思います。実はね、ずいぶん以前にリクエストもいただいてまして、 かなりねマニアックな内容なのであのもしご興味おありの方はあの見ていただきたいと思うんですがあのこのね竜の書き方にはいろいろとあのルールとかもありますので途中の方をね知りたいと思ってくださった方少し一緒に触れていきたいと思いますので最後までご覧になってください。えー、まだねチャンネル登録がお済みでない方是非チャンネル登録していただいてより竜について 理解を深めていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、えーとですね、この龍の描き方の内容なんですけど、私の水墨画のね先輩ですごく龍の,の描き方に詳しく造形深い方いらっしゃって。 でその方に教えていただいたのとあと書物とかあとネットとかで調べて私が得ている知識なのでもし間違っている箇所があったら大変申し訳ないのですがあのそこのところをご理解して、えー、動画見ていただきたいと思いますはいで、えー、私も龍結構大好きで。 えー、リクエストくださった方がね「あのお箱の龍」なんて言ってくださってとっても嬉しかったんですが「いいいくつか、ねえー、竜を描いています、はい、九字」っていう言葉がありまして「龍、まあ」竜の9箇所を似ているものがあるねっていうそういう意味なんです。でまあ9箇所と言ってもなんかあの実際にはこの有,有力諸説が2つあるので。 旧どころじゃなく、ちょっと多いんですよね。<laughs> なので、その重なっている部分、あの簡単にお話ししたいと思います。まず頭の部分ですよね。こちらがあのま蛇という説ですね。あの、あまり起伏がない。平らな頭の描き方もあるし、あと牛っていう説もあってこう。私はそちらの説を取ってるんです。けれども2つのこう重なって山のように。 描いているっていうこういうね。山形っていう説が頭にはあります。で、えっ、ー、と角の部分なんですけど、これは鹿と言われてますね。はい。鹿ということになるので、こう。枝分かれしているのもあってもいいし、枝分かれしてないのもあってもいいっていうあの説があります。はいで、目は目はね。色々言われていて鬼だったり。 まあレテで描いたりとか、あと三角だったりとか、いろいろとね、あの言われている説があります。うん、まあ、基本的に顔は老人だと言われてますよね。はい。龍、えー、には耳もありまして、耳はあの牛っていう説、そして象っていう説も実はあるんですね。はい。で鱗についてですが、これは鯉ですね。 昔からあの鯉がね、滝のぼりして龍になるっていう言われてますよね。登竜門からね、来てるんでしょうね。はい、で、お腹の部分はこれヘビ、蛇。蛇ですね。はい。で、足はですね、鳥と言われています。足の感じね。鳥と言われています。はい。で、あの、手のひらについては、虎っていう説が強いですね。で、爪は、 高になります長くて鋭いっていう感じですかねはいそんな感じで言われてますまあ上げてねお話しするとすごくあのたくさんあるのであの尽きないんですけどあのとても重要なお話をすると皆さんのの指の数に注目していいたただきたいと思うんですこれね結構知られてないんですけどでも知っておいた方が絶対にいい こといいルールなんですけどね。指って何本がいいのかなっていうのがありますよね。昔はねすごい厳しい決まりが実はあって、指はね三本って決まってるんです。通常ね画家が描ける指の本数は三本なんです。でなぜかっていうとあのこれねあのプレゼントするというか納めする場所によってこの指って。 指の数ってすごい重要なことを表していて、えー、4本指はあの、まあ、徳の高い人というか神社仏閣とか大富豪とかそういった方にこう依頼されて寄贈する時に4本の指を書いていいですっていうルールがあって、はい、で5本指っていうのはすごく重要でね、えー、日本でいうと天皇以外の 依頼では書けない本数なんですよね、うん、これあんまりご存知でない方ね多いと思うんですけどはい重要なとこでお話しするとね、えー、指の本数っていうのがすごく大切な部分になります、はい、であとはね結構応用を聞かせて描いても大丈夫です 私も実際あの毛の竜と鱗の竜と変えてこれ鱗の竜なんですけど背中に毛をかかないバージョンとかそういうのを自分の好きにねやっぱりあの空想の生き物なのでそこはあの画家の好みとか <laughs> 描きたい表現に任せていいと思うんですがこういったあの球児っていう、まあ、あの枠みたいな型みたいなのがあるのでそこはね守っていて玉についてもね 注目していいたただきたいんですが、私はこの竜はね銀の玉を口にくわえてるんですけれどもまああの昇竜と言われる登っていく竜っていうのは玉を掴むことで <laughs> 宇宙のすべてを支配する力を持ってあの下り竜として戻ってくるんですよね。 玉についても、まあ、手に持ってるかどうかっていうのでその上り竜か下り竜かっていうのも変わってきたりとかしますね。簡単に触れるとねそういったルールが、えーがありますでまたねちょっと竜については奥深いので、あのー、全部ね お伝えすることが難しいのでねもしご興味おありの方は、えー、松木牧前オンラインレッスン始めましたのでそちらの方にねお申し込みいただいて、えー、1時間半のレッスンになりますより詳しいレッスンをですね歩幅合わせて内容合わせて、えー、教えて差し上げたいと思っておりますので是非、えー、ご検討いただきたいと思います皆様にお会いできることを楽しみにしておりますご検討ください はい、えー、今日はですね竜の書き方について一緒に、えー、アップデートさせていただきました。もしね、えー、見てよかったなぁと勉強になったなぁって思ってくださいましたらば、えー、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では最後までご覧くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました松木牧でした。た。木で